はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、また、グラスノードのウィークリーのレポートを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ただし、その前にですね、今、マーケットかなり急落を一旦しましたので、状況をちょっと確認をしていきたいと思うんですけれども、こちらがですね、ビットコインの冷やしのチャートになります。今、レジスタンスのゾーンとなっている、3万1000から3万というところのゾーンをですね、一旦攻めるような形で、 え、下がっていったんですけれども、3万1000で一旦止まって、その後はですね、バイナンスの方で非常に大きな先物の買いっていうのが入っていたようで、それによってマーケットは一旦先物主導で持ち上げられて、一旦反発しているというような状況となっています。で、その後はですね、まあ、売りのフローっていうのは一旦ちょっと収まっていて、一服しているという状況なんですけれども、まあ、引き続き予断を許さないような状況だと思いますので、 気をつけていただきたいなというのと、あとはやっぱり今っていうのは、まあ何か焦って買いに行くっていう相場ではないと思っているので、まあ状況を見つつ、ニュースフローも見ながらどういうふうな戦略を立てていくかっていうのは、まあ、個人個人が立てて考えていただければなと思っています。人によっては一旦ちょっとクリプトから出て株に戻ったりですとか、まあ、あとはステーブルコインに置いたりとかいろいろあるとは思うんですけれども、 それもですね、個人のそれぞれの裁量に合わせて行っていただければなと思っています。でこの急落なぜしたかなんですけれども、こちらの方にですね、ビッグダリーさんという方がツイッターで載せてくれていたんですけれども、この IRS というところがですね、日本でいう国税局なんですけれども、これが議会に対して仮想通貨に関連した規制というものをですね、彼らに、えー、規制をする権限というのを IRS で国税局にくれと。 え、議会に対して請求をするということが発表ありまして、え、それでマーケットを大きく下落するというような局面がありました。で、その後ですね、これが、この過去24時間でどれぐらいのリクイデーションがマーケットで起きたかということになってます。非常に大きいフローですよね。まあ、全体で見ても、え、約ですね、まあ、1000億円を優に超えるような規模のリクイデーションというのが、この24時間で出ていたということですね。 はい。えー、では、早速、ちょっとレポートの方に行ってみたいと思うんですが、その前にですね、えー、このチャンネルをまあ応援してもいいよっていう方はですね、ぜひチャンネル登録ですとか、あとはベルボタンも押していただけると非常に励みになります。えー、あとはですね、グッドボタンも押していただけると非常に励みにな,るなりますので、ぜひよろしくお願いします。では、早速、レポートを見ていきたいと思います、えー。これがですね、昨日発表されましたレポートになってまして、えー、もうウィーク23ですね。 今年ももう半分ぐらい来てるということで非常に早いなという印象ですがこれ先週までのレポートなのでこのレンジ相場の動きのちょうど局面ですねこの急落の前のタイミングになっているんですけれどもこの1週間の中でどういった状況が何がどんなアクティビティが起きたかというのを解説をしていきたいと思いますまず一番最初に見ていただきたいのはこちらのビットコインのですね取引をしている アクティブに取引しているアカウントの数のチャートになります。で、この黒い線がですね、ビットコインの価格変動になるんですけれども、この黄色いバーチャートがですね、どれぐらいの数のアカウントがですね、アドレスか、アドレスがですね、アクティブに取引をしているかというような推移になっています。で、2017年の本当にピークのタイミングと同じような 今ですね、アクティビティっていうのが、まあ、連日5ヶ月間にわたって今、こちらでは行われていたんですけれども、まあ、前回と今回何が一番違うかっていうと、この2017年のピーク時のアクティビティを、まあ、継続していた期間っていうのが、2017年の時は3日、わずか3日ぐらいしかなかったんですね。で、まあ、今回のタイミングでは5ヶ月間にわたって非常にアクティブな、えー、取引っていうのが日々行われていたと。で、その後の まあその後の急落に、急落を反映してのアクティビティの下落率なんですが、前回は33%下落していて、今年に関しては、今の状況ではまだ18%にとどまっているというようなことですね。なので、まだまだアクティビティが下落する可能性っていうのはあるんではないかなと思うんですが、 まあただ前回と別っていうのはこの5ヶ月間もこの熱狂的な状況っていうのが続いたっていうのはかなり異常な状態だったと思いますしまあ最後の方を見ていただければわかるようになかなか価格も上がっていってないんですよねやっぱり価格が上がれば上がるほどよりどん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 お金をつぎ込まないとですねもう価格上昇っていうのを支えられない状況になるのでまあそこに ちょっと追いつかなかったような感じで、まあ、垂れてきてしまったというようなのが今のマーケットの状況なんではないかなと思っています。はい、次行きたいと思うんですが、えー、こちらがですね、まず先ほどのアドレスだったんですが、こちらはアクティブなエンティティということになります、ね。エンティティとアドレス、何が違うかっていうと、一つのエンティティで、まあ、いくつかアカウント持っている場所、アカウント、アドレスを持っている場合があるので、まあ、その違いかなと。 まあ一つの会社の中に、まあ、たくさん人が働いていてトレーダーがたくさんいるとそれぞれアカウント持ってたりするので、まあ、この差というふうに理解していただければと思っています。で、こちらも同様ですね。前回と同じようなアクティビティの、まあ、ピークっていうのが、まあ、今回も下落のタイミングで来ていて今ちょうどどん,どんどんどん下がっていってるような状況にあるというわけですね。で、前回に関してはここからさらにアクティビティがですねエンティティベースでも落ちていってるので まだまだマーケットとしてはアクティビティが弱まって価格が下落していくリスクっていうのは十分にあるっていうのがこのチャートからも見て取れるんではないかなと思ってます。はい。こちらなんですけれども、ビットコインのですね、トランスファー、送金のボリュームになっているんですが、前回同様ですね、こちらも大幅にピークから下落をしていて、65%もの トランスファーボリュームっていうのが、まあ、送金ボリュームが今下がってるというわけになります。前回はこれこちらも80%ということで、まだそういったのと比べると下がる余地っていうのはあるんではないかというふうにまあ言われてますよね。まあ、言われてるというかまあこれを見ると、 まあそうも取れるというような状況ですね。ただし、まあここから先ほどのもそうなんですけれども、どん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 下がっていくよというよりも、まずあくまでも前回と比較して、今このような状況にあるというところをまず理解していただければなと思っています。まあ一番あの、いろんなチャートを見ていて、前回とやっぱり何が違うかっていうと、2017年の時には、もう本当に個人しか参加してなかったものが、今やはり機関投資家とか、 まあいろんな企業がですね、どん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 入ってきて、まあそのあたりの市場への参加者っていうのは大きく違うので、やっぱりこのあたりっていうのは、えー、どれぐらい落ちるか、もしくは、そこから反発していくかどうかみたいなところっていうのは、まあ、今までの相場とは若干動きが異なってくるかもしれないので、そのあたりも頭に入れておくべきポイントの一つなんじゃないかなと思っています。はい、次のチャート行ってみましょう。はい、こちらなんですけれども、えー、先ほどのはビットコインの え、トランスファーボリュームだったんですが、イーサリアムのトランスファーボリュームになってます。でこちらも同様で、前回よりむしろトランスファーの送金のボリュームっていうのは、まあ、少し少なくて、前回の時はおそらくそのビットコインと、まあ、イーサリアムの立ち位置っていうのがかなりやっぱり違ったので、前回はですね、ボリュームがトップピークから95%も落ちていて、まあ、今回の場合は今のところ60%にとどまっているというような まあ今、チャートになっています。で、おそらく、えこれ95%まで落ちるかっていうと、まあ、そういうような、えーまあ、予想っていうのは立たないんじゃないかなと思う、思う反面、まだまだアクティビティの下落、えー、衰退、スローダウンっていうのは、ビットコインもイーサリアンも、まあ、可能性としては十分あるんではないかなと感じています。はい、次こちらのチャートになるんですけれども、こちらはですね、 ほんのちょっとでもいいんで、ビットコインを持っているアドレスって今どれぐらいあるかっていうのを表したチャートになっていますで。先ほど同様ですね、黒い線がビットコインの価格の推移になってまして、この黄色のバーチャートがどれだけのアカウントが少しでもビットコインを持っているかっていうのの表れになっていますで。前回のですね、このピーク時からの暴落では本当に大きなアドレスの下落っていうのがありまして、前回は24%ピークから下がっていますと。 で、これは3ヶ月間にわたって起こったというふうにこちら記載あるんですけれども、今回に関してはですね3、3%ぐらいしかまだ下落をしてません。まあ3%っていうのはさっきも言った通り、ビットコインを持っているアカウントなんですけれども、まだまだこうやって見てみると、下がる余地があるよねとかっていうんではなくて、このチャートから見えるのは。前回に関しては、もうビットコインを諦めたっていう人が、 ここの24%やっっぱいたってことですよねもう全部売却したっていう人が24%いたということで,で今回に関してはビットコインを全部処分した売却したっていう人はまだ全体の3%しかいないとでそう考えてみるとまだまだビットコインに対して希望を持っている人もしくは継続して今後も保有していこうっていう人がかなりマジョリティとしているというのが今回のチャートから見ても分かるんじゃないかなと思ってますもちろん これからどん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 売却をするっていうのもあり得るっちゃあり得ると思うんですけれども前回と今回でこのやっぱりビットコインに対してのイメージとかまた期待度っていうのが大きく違うっていうのはこのチャートから読み取れるんではないかなとはい次にこのチャートなんですけれどもこの SOPR というものがまず、まずありますねでこれが何かというとマーケットで今いろんな人たちが 売ったり買ったりしてると思うんですけれどもそれの損益の合計の推移をこの SOPR というものになっていてで今回ここ2つあるんですけれどもこのちっちゃい A がついているブルーの線なんですがこれがアジャステッド SOPR ということでな何かというとですね全体のその収益の合計のうちに1時間以内に売った買ったっていうのを売った 買ってから売ったっていうまでをやった人のものをなくしたと。なので非常に短期で入っている人の影響っていうのを除いたラインになってます。逆にこの STH、SOPR、赤の線は何かっていうと、えー、155日、まあこれ短期数字と長期数字を分,か分ける、まあ一つの転換点なんですけれども、155日以内に買って売った人の利益と損益の合計になりますと。 なので、このブルーの線の方うがいわゆる長期の投資家というのも含んだところになっているんですがやはりですね、長期数字を含んだ短期と長期両方合わせた投資家の方のが、ね、パフォーマンスが今非常に良くてここ最近やっぱり非常に多く損失を出しているのが短期数字が今どん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 損益を出しているというのが損失を出しているというのがこのチャートから見てわかるんじゃないでしょうかということをこのチャートでは説明しているということですね。 はいで、こちらなんですけれども、ビットコインのですねロングタームフォルダー、ネットポジションチェンジということなんですが、これ、ロングタームフォルダーっていうのは、先ほどとは逆で、156日以上、ビットコインを保有している人たちのアクティビティですね。で彼らは今、この下落の局面でどん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 ポジションを積んでますよっていうのが、このチャートから見えますと。と逆に ここ最近の大きな上昇局面、特にこのピークあたりではマックスの売りになっていて、もうこれさすがだなっていう感じなんですけれども、まあ今こういった動きに今なっているということですね。なので長期筋、まあこれほとんどがおそらく大きな、まあ期間投資家だったりとか、まあ結構有力な関東だと思うんですけれども、そういったところが今はこの下落の局面でどん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 ポジションを積み上げているよと。で、特に急落している局面で、 急激にさらに買いを入れているというのが今、長期投資家の動きというふうになっています。はい。で、次なんですけれども、こちらがですね、トータルサプライヘルドバイロングタームホルダーというふうに書いているんですけれども、マーケット全体にあるビットコインの中で長期投資家が保有している割合ってどれぐらいあるかということなんですが、まあ、これはですね、まあ、前回、あのこのピークをつけたタイミングでは、 どん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 長期投資家のこの保有割合っていうのが減ってきて51%をそこにしてそこからまた長期投資家がどん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 買い上がっていきましたよとまあこれ先ほどと同じだと思うんですけれどもこのピークをつけてどん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 下がってくるタイミングで長期投資家どん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 買って買ってく買ってくっていうのはさっきフローでしたよねでこれが全く今も同じように起きてるんじゃないかっていうふうにこちらが言ってるような図になってますでピークをつけたタイミングで この長期投資家のポジションの、えー、まあ何ていうんですかアンワインディングっていうかポジションのカットがですねどん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 進んでいって今このビットコインの価格の下落とともに長期投資家はまたポジションを今積み増しているというようなアクティビティに入っているというのを別の観点から表していますただし前回に関しては2017年18年のタイミングでは51%っていうのを こののボトムのラインになっていてい今回は58%というところになっていて、まあ、そこが少し差になっているんじゃないかというところのこちらチャートになっていますいずれにせよ今長期投資家に関してはどん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 ポジションを積んでいるというような状況になっているというのがこれから見ても分かるんじゃないかなと思っていますはい続きましてこちらのチャートなんですけれどもこちらですね DeFi の、まあ、各 DeFi のいくつかある中の えプロトコル、まあプラットフォームの中でのアクティビティになるんですけれども、もう軒並みどん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 今下がってるんですよね。で、こちら見ていただくと、まあ4つ代表的なものを挙げられてますけれども、まあ、コンプ、アーベイ、ユニスワップ、ワイ f i イというふうにこちら記載ましたけれども、まあどん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 落ちてると。なので、まあこれはビットコインもそうですし、イーサリアムも同様、そして d フ f i のプロトコルに関しても、プラットフォームに関しても今アクティビティが非常に落ちているというのは、 ビットコインではなくて、やっぱり仮想通貨市場のアクティビティがどん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 落ちているというのが、こういったところからも見てわかるんじゃないかなと思ってます。はい。あとはですね、こちら、イーサリアムなんですけれども、ナンバー e r of ラ r a n s a ン t i ニスワップということで、ユニスワップ上でイーサリアムの送金がどれぐらい行われているかということなんですが、まあ、こちらもですね、ピークから え、約30%ぐらい下落してきていて、先ほどのものと同様で、まあ、送金の需要っていうのもどん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 今減ってしまっているというのがこちらからもわかると思います。なので、まあ先ほども言ったんですけれども、えー、現物もそうですし、まああとはですね、この DeFi に関してもアクティビティがどん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 落ちていくことで、人々の仮想通貨に対しての興味っていうのが、やっぱり少し落ちてきているっていうのはあると思います。 でこれが今後も継続していくかどうかっていうのは、まあ、やっぱり ETF 次第かなっていうのもありますし、まあ、あとはですねやはりこの夏のタイミングで常々申し上げてるんですが、まあ、テーパリングですとかあとは金融の引き締めっていうところがあるとですね、まあ、どこにお金を絞って入れていくかっていうことを考えないと投資家としてはいけなくなってくるのでそうなってくるとやっぱりまだ未熟な市場の仮想通貨に優先的に入れようっていうのはならないと思うんですよね。なので このようなアクティビティの低下っていうのは今後も継続して続く可能性っていうのは十分にあると思いますし、ここから半年ぐらいこのような状況が続いても、まあ、おかしくはないんじゃないかなと思ってます。はい。こちらのチャートが今回のレポートの最後のページになるんですけども、先ほど一緒に見たグラフありましたね。チャートですね。こちらの方で、価格がですね、先物の,の動きによって大きく戻しましたよっていうふうに、 先ほど申し上げたんですけども、まあ、このタイミングですね、まあ、大きくというか、少し反発しているという状況なんですが、まあ、一応皆さんに共有させていただくと、こちらがですね、またグラスノードの24時間の、過去24時間のビットコインの先物の,の動きになっているんですが、このような形でですね、各エクスチェンジ、まあ、特にバイナンスで非常に大きな先物の買いが入っているというのが、今の状況となっています。 で、今後やっぱり現物の買いが入るかどうかっていうところが大きな注目だと思うんですけれども、あんまりそういうような、まあ話じゃないですけども、いろんなニュースが飛び交ってると、まあそういうわけでもないかなと個人的には思っています。もちろん、まあ先ほども言ったように長期の人がですね、どん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 買ってるっていうような状況だと思うんですけれども、長期の人たちが買う時っていうのは、その下がっていってるタイミングでどん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 買っていって、 どん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 上がっていってピークに近づくにつれてどんどん売りがさらに強まっていくっていう形なのでこの流れに流れを変えるような買い方とかっていうのはしないわけなんですよねなのでなかなかここからどう動いていくかっていうのも長期の人たちが買っていくフローと合わせて見ていくっていうのは結構難しかったりはするんですけれどもまあ彼らが今やっぱり買ってるっていうことは今後近い将来 曲がっていくっていうのを見越して買っているということではあると思うので、まあ、その辺はまあ一定程度の参考点が指標にはできるんではないかなと思っています。ただし。まあ、今回結構大きな先物の,の買いが先ほど入りましたよ。というのを一緒に皆さんと見たんですけれども。じゃあここからまた大きく下落があったら彼らもまあ損切りって言うのもやっぱりあると思いますし、おそらく損切りのポイントっていうのは？ この3万1000っていうところから3万っていうラインに置いてると思うのでやはりここを割り込むともう一段バツンと下の方に入ってしまってまあ値段を割ってしまって、まあ、どこまでじゃあ次は落ちるかっていうと、まあ、結構そこを考えるのも非常に難しいような水準まで落ちてしまう可能性っていうのはあるのかなと思ってますまあ、あえて言うならですね、まあ、この、 2万5000とか、まあそういったあたりの次のレベル感っていうのを目指すと思うんですが、まあ底なしになってしまうような状況もまあ考えられなくもないので、本当に今積極的に買うことっていうのはまあ僕はお勧めしないかなと思ってますし、まああまり楽観視しているような環境でもないのかなと思ってます。ただし、まあずっと持ってる方っていうのはやっぱりまだ利が乗ってる方もたくさんいらっしゃると思うので、無理に売る必要もないと思いますし、売るつもりもないと思うんですが、やっぱり仮想通貨は 常々言ってるようにやっぱり長期で本当にかなり長期でもって、えーまあ、このプラットフォームというか仮想通貨の成長自体を楽しむぐらいなですね、まあ、気概がないとなかなか難しいんじゃないかなっていうのをここ最近本当に非常に感じてます特にやっぱりこの1年で入った方々っていうのはですねこのビットコイン仮想通貨での取引でまあ送り人になってるみたいな、まあ、そういった意気込みの人も多いとはもう、まあ、多いというか少なくはないと思うので。 まあそういった今、人々たちはやっぱり、このような下げで、売らざるを得ないような状況になったりもしてると思うので、やっぱりですね、非常に、この仮想通貨に関しては、今後また上昇相場になっていったとしても、そのあたりは非常に気をつけていただければなと思ってます。かなりボラティやっぱボラティィやっぱ高いので、本当に大きくわーっていうふうに上がっていって、おお誰もが儲かってるみたいにやっぱな状況になればなるほど、危ないと、これ株でもなんでもそうなんですけど、 まあそのあたりはリスクマネジメントっていうのをしっかりしていただければなと思ってます。はい。まだまだ下落していく可能性もありますし、慎重に、今のタイミングっていうのは株でも何でも取引していくべきなんじゃないかなと、個人的には思ってますので、えー、ぜひ、えー、そんな感じで、えー まあ一緒にやっってていければなと思っています今後もですね皆さんに僕が感じていることだったりとかあとはですね海外のレポートだったりニュースっていうものを分かりやすくできるだけ伝えていきたいと思いますので今後とも是非よろしくお願いいたしますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら To think of you, I want you coming back